師匠、はい、ご報告です。お願いします。ダン二頭夢の、はい、昨日私のデマを流したメディア、やはり意図的にやっていると思う。政権批判の口封じになぜ加担するのか。私についてデマを流したことで女性活動家を狙った女性蔑視だと批判されていることから、男性知事というどうのがもうええわ、もうどうでもええわ、最後の方はほんまさ言っていいかな。二頭夢野さん、この人のことを取り上げるのげっそりすんねん。もうなんかな、石川さんとかはな割と気持ちよくおちょくれんだけど、なんか嫌なんよなこの人の言ってること。んでこれもあれやろ、俺読んでないけど大体の戦いは知ってるわ。だから安倍さんのことでなんか書いたんやろ、でそれをどっかの神戸新聞かなんかが、二頭夢野が安倍さんのあれの事件は安倍さんの自業自得だって二頭夢野が書いたっていうことを神戸新聞が書いたら、私は自業自得なんて言ってないとか言って、デマだーで、いやまあ俺はもうじっくり見てないけど、この二頭夢野がどういう原文見てないけど、でもようやくすっと自業自得だって言うてるってことなんやろ、ようやくや、いわゆるな、そんなの書いてないから言ってないとは違うねん。だーって読んでみて、文章読んでみて、あ、これは自業自得やっていうことが言いたいんやなっていうことが読み取れたら、それは自業自得って言うてると一緒やねん。なんやねんそれ、こう言ってないから言ってないってさ、どんなにそれをデマだよ、すぐデマだ、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 デマデマデマだな、デマだか、なんかようわからへんけどよ。そんでな、デマだデマだってすぐ言うやんか、この2頭に限らず、こっち側のなんかフェミどもの石川さんにしてもさ、菱山さんにしてもすぐちょっとなんか違うなっていうこと、事実ではないとか言われたらデマだとか言ってるけど、こんなこと言ったらさ、お前かてデマ撒き散らしてるやんなって話やで。あの温泉娘がなんか性的攻撃で性的搾取している、もうデマやろ、こんなもん言ったらよ、お前は単なる感想であって、そんなもん事実でも何でもないから、デマやろがほんなら、なんや私のデマはいいデマか、まあ、あらた意外にすっぽけ出すがほんまでね。あんまりこんな汚いことを言っていると YouTube 様から怒られますんで、我に返りましたけどね。ほんまあまりにも記事の質が悪い、立ちが悪いのかな、この場合は質が悪いのか立ちが悪いのか知らんけど、お前やろが立ちが悪いのは、ほんまにさ、言われたらなかったらそんなこと書くなや、自業自得で取られても しょうがないような内容で書くなや、そしたらよ、何様やねんお前は。こんなもんにしとこうか、以上です。はーい。